パトリック・デ・パイユ、パトリック・デ・パイユ、パトリック・アンドレ・ユージン・ヨゼフ・ディ・ペイラー。1944年8月9日から1980年8月1日は、フランスのレーシングドライバー。1971年フランス解散、1974年ヨーロッパ界にチャンピオン。名前は、デ・パイエ、ドデパ,パイユ、ドパイエとも表記される。 ピュイコールドイコールドームケンクレルモンフェラン出身。もともとはニ輪でレース活動を行っていたが、その後四輪レースに転向。1967年よりフランス海産に参戦すると、1971年にはチャンピオンを獲得。翌にはティレルのサードドライバーとして、海一に二度スポット参戦。デビュー戦である第六戦フランス GP では、 周回不足により乾燥として扱われなかったが、最終戦アメリカ GP では11位で乾燥している。1973年はヨーロッパ会2に,にスポット参戦。前年同様ティレルからスポット参戦の予定があったが、バイク事故で負傷し断念する。より、ティレルより、海1に降る参戦を開始。開幕戦のアルゼンチン GP で6位に入り、初入賞。 第7戦スウェーデン GP では予選でポールポジション以下 PP を獲得し決勝でも2位に入り初の表彰台を経験またファステストラップ以下カイエルも記録しているこの他にも数回の入賞を記録したがチームメイトのジョディ・シェクターは2勝を含む9度の入賞表彰台6回を記録しておりやや見劣りする結果となる獲得ポイントでも シェクターに31ポイント差をつけられることとなった。この年は、第1と並行しヨーロッパ会2に参戦、4勝を上げチャンピオンを獲得している。この年は前年と比較するとチームは不調となるが、そんな中でも、第3戦南アフリカ GP での3位表彰台を含む5度の入賞を記録、入賞の総回数では、シェクターを上回った、シェクターは4度。 しかし年間獲得ポイントでは一勝を含む3度の表彰台を記録していたセクターをこの年も下回ることとなった。もティリルから参戦、2位5回、3位2回、6位1回、FL1 回という成績を残し、ランキング4位を獲得。結果的にこの4位は自身最高の年間記録となった。しかし、この年も一勝を含め、 デパイユを上回る入賞数を記録したシェクターに対し、獲得ポイントで後陣を排すこととなった。また、何度も2位に入りながら、優勝はできなかったことから、万年2位との声も上がるようになる。この年は、チームが六輪車として知られる P34 を途中投入した年でもある。まずがい4戦スペイン GP にて、デパイユ者のみに投入されることとなったため、 デパイユーは6輪マシンで、回一に参戦した、最初のドライバーとなった。モピー34で参戦するが、前年から一転、不調に陥り、シェクターに代わって、ティレルに加入したロニー・ピーターソンともども、苦しいシーズンを送ることとなる。そんな中、3度表彰台に上がり、年間獲得ポイントでも、ピーターソンの7に対し20と、初めてチームメイトを上回った。 開幕から好調であり、4戦中3戦で表彰台を記録すると、第5戦モナコ GP で予選5位から初優勝。フル3戦5年目のことだった。その後はリタイアが多くなり、開幕当初ほどの活躍はなかったが、5度の表彰台を含む7度の入賞で、チームメイトのディディエピローニを圧倒している、ピローニは入賞5回であり、うち2度の5位が最高位だった。 ハリジュから参戦。この年のマシン JS11 は、開幕から、校長、デパイユは、チームメイトのジャック・ラフィットと共に活躍。予選では、開幕から7戦中3回フロントローにマシンを、並べるほか、第5戦スペイン GP で、自身2勝目を記録。第7戦モナコ GP 終了の時点で、ジルビルヌーブと並んで、ランキング3位につけていた。しかしその矢先、 ハンググライダーで事故を起こし、両足を骨折。残りのレースをすべてキャンセルすることとなり、シーズンを棒に振った。結果的に15戦中7戦のみの出走となったが、最終的にランキング6位となっている。は、アルファロメオから三戦。開幕直後は、マシンの戦闘力が低く、アルゼンチン GP 予選23位、ブラジル GP21 位と回に沈む。その後、 デパイユのテストと提案により、軽量化を含む大幅な改良を行った。結果、第3戦南アフリカ GP では予選7位、第4戦アメリカ西 GP では予選3位を獲得し、高い開発能力を発揮した。しかし、マシンの信頼性が低く、第8戦イギリス GP を終了した時点で一度も完走を果たせずにいた。8月1日、デパイユと、 アルファロメオチームは、ドイツ GP を9日後に控えた、ホッケンハイムリンクにて、マシンテストを行うことになった。しかし、テスト開始から間もなく、オストカーブ、後に、試験員となり、現在は、廃止で、コースアウトしてクラッシュ。病院へと運ばれたが、救急車の中で死亡が確認された。即死の状態だったという。テスト中の事故ということもあって目撃者がおらず、 正確な事故原因は特定されていないが、空力パーツのトラブルによる可能性が高いとされている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。